彼らは元いた世界で存在を失うことになってしまったんだ。僕は彼らの存在を消すまいと、かろうじて残った彼らの夢のかけらをかき集めて退避させる場所を探していたんだ。その時、預かっていたライムの夢を介して眠りの世界でこの街を出現させた。ここなら夢のかけらとなってしまった親友たちを元に戻せるかもしれない。僕はそう思ったんだ。驚いたことに、眠りの世界では夢のかけらは実体を持っていた。それで僕は夢のかけらたちの絆をつなげることが、それぞれの存在を補完し合い再生の助けになるんじゃないかって思ったんだ。そんなことができるのか？結果は見ての通りだよ。人は一人ぼっちじゃ存在できない。誰かに存在を意識されることで初めて人として存在できるんだ。その強い互いの意識のつながりが彼らを再生させたんだ。もちろん君たちの協力もあったおかげでね。ヨシは、君は何者なんだ？ただの友達だよ。あ、